はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけども、卒業おめでとうリアタイです。はい、卒業おめでとうリアタイ。まあちょっとね、言ってる意味がわからないと思うので、ちょっとねオーダー画面に行きます。はい、こちらです。まあね、サムネイル見てもらったらわかると思うんですけども、我が読売ジャイアンツをご卒業する選手が、まあ助っ人ですね、4名ほどいらっしゃいます。まず、クリスで、スコットと、ライアンで、テイラーがね、ちょっとね、僕らしいっちゃ僕らしいんですけど、 A ランクしか持ってなかったんですけども、 A ランクのテイラーを経験値に変えちゃいました。はい。まあ僕らしいでしょ、忘れてた、この企画やること、めっちゃ忘れてたわ。なのでちょっとテイラーだけ、あ、スウィフトじゃないですよ、スウィフトじゃないんですけど、テイラーだけちょっと僕経験値に変えてしまったので、こちらの3名ですね、クリス、スコット、クリス、スコット、ライアンですね。で2試合しようかなと思ってるんですよね。1試合目、まあ、スコットで中継いで、2試合目ライアンで中継ごうかなと。まあライアンで中継いだら多分負ける可能性多いので、さっきどっちライアン継ごうかな、最後カット終わりたいんで。で打者の方はね、まあそうですね、普通です。はい、ちょっとね直樹だけちょっと復帰も込めて1番セカンドで置いてますぐらいですかね、変わらないところは。はい、ってことでこんな感じでリアタイやっていきたいと思いますんで、ぜひね楽しいリアタイになると思いますんで、巨人純正見ていってください。ではどうぞ。さあラッキーですね、高校です。高校なので最後ね告げますね、裏で。表だと裏で点取ってしまうと表で終わっちゃうんで、まあ表でもついたらいい話ですけどね、何言ってんの俺。ということで吉川直樹選手いきましょう。まあ無難にアウト取っていきたいですね。リアタイのランク戦もね、ちょっとね徐々にやっていこうかなと思ってますんで、また復活。コントロール悪、嘘、四隅のコントロール悪くなったって言うけど、こんなに悪くなったんや。おいクリス取れるやろクリス。あ、クリスちなみに6番に置いてますね。はい、なんかこんなもコントロール悪くて甘く入るさやねんけど、うーわ、いやーこれちょっとコントロール悪くなりすぎじゃないコナミさん。ああ、まあ銀次郎やからな、まあちょっと微妙なとこにストレート、これもどうなの。じゃあこれ四隅ね、いやきっつ、うわどうしようどうしようどうしよう、どう、いやーコントロール悪すぎ、うちコントロール悪すぎ問題発生してます、ここに。さあだ、よし、いやいい球やな、今のはいい球、今のはいい球です。さあここでねストレートをね投げてしまうと打たれるんで、こういうとこでね変化球から入ることですね。甘っ、いや打たれてもおかしくないね。あ、多分ストレート狙ってな、ちょっと引っ張り系がいくわ、ちょっとストレート投げていきますね。いやーこれちょっとコントロール投げるとこに投げられへんな、いやちょっとどういうことこれな、あえこんなに悪くなる、いやめっちゃいいボールやし、しかもこれがね、これがいいボールになるんですよ、なんならもういいとこ行くやろこれ、うわいいとこもうね自分が思ってるところよりもちょっと左にするといいとこに投げますね。いやちょっと右か、うん、いやちょっとびっくりしたのが、相手のサード太田大志やねんけど、どういうこと、変えるでしょさすがに。えサード太田大志、 OK。 さあ吉川直樹選手マジで来年は帰ってきてくれるかな。ただねセカンドっていうのがね、若林選手とか田中俊太選手が出てきてるんで、まあどうかなっていう部分がありますよね。いや僕めっちゃ好きなんすよ、よし来た、シリーズ2坂本勇人の、走ってもいいけどな、いいか、うわーこれ見て、めっちゃホームラン打つんよマジで、パワーヒッターなってから全部ねフォロースルーがね確定ホームラン出るんよ。あミス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 、ちょっと待って今指が勝手に離れた。じゃあマッド渡辺選手、さあ OK、 え曲がらな、あ変化量マイナス1か。さあビアノエバまで回したいけどね、あビアノエバ回ってこないこれ、ミスター打順よし、ちょとりあえずビアノエバでもつなごう。ちょビアノエバ6番にしてたわ、ちょっと待って今何番次、4番、 OK、 これ打ったら回ってくるね、よし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 、ホームラン行こうぜ、岡本選手来年も活躍期待します。ちゃうわ、次で投げたら終わりやん、あ次スコット継がないと、いやライアンで行こう、次ライアン継ぎますね。せや何考えてんの俺、ちょっとごめんなさいね、ちょっと頭こんがらがってます今、引退が悲しくてとも言っときましょう、やば、いやいやいや、あやばい、ここ絶対打たないとあかん、しんのすけでしょ、いや絶対打たんとあかん、つなごう絶対つなごう、クリス回ってこへんぞ、ごめんなさい次に回します、はいクリス次絶対打たせます、ちょっとライアン継ぎます、はい引退試合ですね、実質引退試合差し上げましょう、ライアンの引退試合もなかったんで、いやークリス次の打席ちょっと3番に置きますわ、クリスよし、ライアンも強いからね、
うん、小川じゃないよ。いやーきつい。おー、ナイスゲレーロ。いやもうね、ツーシームしかね貼られないんですよね、ライアンって。正味ツーシームしか通用する球持ってないから。めっちゃいいボール、ナイスボール。いやー貼られてるやろなー、怖え。ライアン引退試合やぞ。よしよしよし、引退試合やぞ、頼むぞ。よし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 、ラストボール。あごめん、ラストボールじゃない、ラストバッター。うわー、これ一発いかれそうやな。ライアン頼むで。ちょっとね、アウトコースを外野フライ、長打警戒してるんで外野フライ頼みます。クリス回ってきます。はい、マジか。うわー怖い。いやもう無理でしょ、通用しないでしょもうこれ。クサトザキさん、よしよしよし、これでですね、クリスでサヨナラホームランと終わりましょう。さあラスト、ワットイズラブですかねこれ。あ、まあ、次の試合あるか。ジャイアンツ同点で迎える最後の来たんじゃん。うわー惜しい。いやけどナイス、次の試合もヒット打ってくれたら引退試合ですからね。よしよし、じゃあ亀井選手頼みます。おお、今ちょっとうわーって言おうと思ったのにストライクやったか。いやボールやね。いやあそこでボール球投げてくるって、まあただコントロールが抑えきれんかったんでしょうね。うまい、お抜ける。いや今の高さの方がうまいな。よっしゃゲレーロ、いやあなたは残留するのかわからないですけど、クリスを花道飾ってあげましょう。クリスのですね。よっしゃ走れ。じゃあ住友銀行ではありません。よし、あ帰るか。おっと、そっちで引退試合する。スコットまたカナダ代表で投げますからね。ちなみに、ちなみにカナダ代表で出るらしいから、プレミア。オッケー、まあそこでね、まあまだ引退じゃないんだよね、引退試合ではないんですよスコットは。まあみんなも引退試合じゃないけどね、ちなみに。また違う球団行く可能性あるので、読み得る巨人軍を引退するってことやから。まあ出戻りはないでしょうねおそらく。いやこれゲッツー食らいそう、めっちゃ炭銀。うわうま、まあまあもう OKOKOK、 次直樹でしょ。よしよし、直樹言うてますわ。はい、ナイスバッテー、めっちゃ飛ぶやん、低弾道かほんまに。はい、ということで2試合目、次スコットの引退試合ですね、やりたいと思います。はい、ということで高校でしたね。次はねスコット継ぎますんで、高校なんで2回の表で継がないといけないということですね。オッケーオッケー、今回オッケーです。さあ山口俊投手、プレミア頑張ってほしいですね、マジで。選ばれてましたよね確か。さあ相手の方打率4割超えてました。どうしようか、何から入るかな。これシュートから、意外とシュートから入ると打たれない疑惑があるんでね。ただコントロールが悪い、ほら。いやきついわ。うわー、なんで、どういうこと。よっしゃよし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 、いやここマジでゼロで抑えた。スコットが待ってるんでね。うわー、めっちゃ怖い。絶対2回振ってくるこの人、俺も2回振ろう。よしよし、おーナイスカメ。よし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 、さあてっちゃん。え、ちょっと山田多いようになってる。あ、やばい、山田多い多いになってる。山田山田じゃなかった、前田前田みたいな言い方しましたけど。よっしゃクリス、ここでクリスが取るっていうね。山田多い多いになっててんけど、初めて聞いた。ちょっとあれ以来ランク戦やってなかったんだよねずっと。いやーよかったよかった、山田山田じゃなくてよかった俺は。ある方は山田山田になってたけどね、ツイッター見たけど。うわー真正面や、広角ついてたから流してもよかったけどな。さあ坂本勇人選手、めちゃくちゃホームラン打ちやすい。大野雄大選手を打つのはちょっと複雑ですが、中日ファンなんで打ちますよ。よしよしよし、 OK。 いやーけど打ちたいな勇人さんで。うわーちょっと待って、今のはやばい。さあ渡辺選手、いやちょっと1点入れとかないとスコットついて終わられへんやん。オッケー、
マジで大野選手めっちゃ打ちにくいねんけど、なんで。え、大野雄大選手めっちゃ打ちにくいわ俺今気づいた。入って、お願いお願い。うわ、まあいっか、クリス回ってくるし。じゃあ次ます。さあスコットです。はい、まあメインはこれなんでね、企画は。勝ち負けどうでもいいんですよ、メインなんですよね、こっちが。なんかスプリットもね、めっちゃ変化球見極められるんですよね。あ、見極められんかった、よかった。スイよし、打球速っ、怖っ。いやけどな、広角ついてないから、多分アウトコースはねフライになると思うよね。よし、ゲッツ。はい、狙い通りね、狙いど、ごめん噛んだ、狙い通り、うん、注文通りです。はい、朝飯前ですね、朝ごはん食べる前です、朝飯前。よし、言えた、やっと言えた。これはい、ファーストゴロ。はい、これクリスチャン・ビアノイバでさよならですね、ありがとうございます。よし、打つぞ、絶対打つぞ。パワーヒッター出てほしかったな。特殊能力あんま上げてないんですよね、ビアノイバ選手。あ、ごめん、クリス選手。いや、えっぐ、いや、分かってるな、この人。絶対俺が今この企画やってること知ってデッドボール当てたでしょ。いや、うまいな、作詞やな。ツーシームかストレートやな。ツーシームよしよしよし、もう大丈夫やぞ。しゃあ決める、絶対決める。ここで勝利で飾るよ、3人の引退試合。ヤングマンはごめん、経験値変換したけど許して、テイラー。よっしゃー、ってことでさよならです。おおって言ったな今、え、解説おおって言ったな今。はい、ってことで勝利で飾れました、ありがとうございました。